やあ皆さん、こんにちは。今回は青鬼バージョン 3.0 やっていくよ。今回はね、なんとですよ、聞けお前ら今回はね、まあ青鬼やっていくんですけど、まあ、もちろん倍速化なんですけど、今回ね、なんかいつもの青鬼ではない、まあ要は改造されてるんだ、俺の手によって。この青鬼はそんな気にならない程度の改造だから、みんな安心して。じゃあやっていくわ。ニューゲーム、エンターボックス。うん、まあ相変わらずの速さだな。うん、早速来たね、改造ポイントがもちろん音声も改造してあるんで、皆さん楽しみにしてて。な住宅街からほんの15分ほど歩いた山の中にある秋山田電機。いつからそこにあるのか、誰が住んでいたのかもわからない。その館にはせーの、お化けが出るという噂があった。あってたまるか。おう、早い。やっぱ青鬼はこうだよな。中は思ったより綺麗だ。おい、もう帰ろうぜ。顎がよく締まりきってないね、このたけし。なんだお前、ビビってんのか。おい、もう帰ろうぜ。バカバカしい。お化けなんているわけがないでしょ、科学的に考えて。おい、ヘロヒー、はやはやお、来た、やっと動けるようになった。もう見て、ほら。いやー、青鬼はやっぱこれだよな。懐かしいですね。やっぱ、もう高速青鬼はね、だいぶ昔やってたんで、まあ慣れっこですよ。結構サクサクプレイでね、進められるんじゃないかなと、かなり自信がありますよ、私今回。で、これ皿の破片をゲットすると、まあいなくなってると、皆さんが。これあれですね、拓郎による広し蚊帳の外大作戦ですね、これ。おい、お前ら、帰っちゃったのかよ。こう見るとね、やっぱ歴史を感じるね。やっぱりね、青鬼はね、ホラーゲームの王道を言ってると思うんですよ、僕は。あ、わ、この部屋開くっけ。いやー、何も知らない。案外何も知らないんだよね。開かないんだ。まあ、ここは絶対開くよな。ここは絶対開くんだよ。ここは開かないとおかしい。鍵かかってる。開くな、ここも。思った以上に開く部屋多くない？開かないと思ったんだけど、普通に。じゃあ、早速、ローターと化した、たけし君の部屋に行きましょうか。お邪魔します、たけし君。これやっぱりね、ここにいるね、たけし君。あいつ、屁こいたぞ今。おい、見えねえ。お前のたくましい背中で見えねえ。ほら震えるわ。こんなのが開けてきたら俺バカ震えるぞ。タケちゃん、他のみんなは使えんな。この腰抜けマジ話にならんわ。で、これで出ていくと、あ、まだいるんだ。てんてん、手当たり下がってく。おっと、青鬼じゃないこれ。定番のあれじゃない？イルス青鬼じゃない？これほら。イルス青鬼だ。いるくせに開かないとか言って。で、あ、入った。俺が負けたの？で、はーい、いなくなってる。さあ、皆さん。青鬼とのご対面です。はい。はい、来たー。来ましたよ、見ましたか、今。やっぱり変わってないね、青鬼の速度。あー、でもね、このバージョンはね、あれだから負けやすくなってるからね、この図書室で。それじゃあ、あれだね。そろそろ青鬼くんとご対面しようか。屋根裏部屋の鍵を手に入れた。さあ。はははは。早いわ、やっぱ。反応できるかな、これ。まず出よう。まずここから出よう。まあ、そらいけると思うんだよね。フィジカルでは俺が勝ってんだ。フィジカルで俺が負けるわけがない。絶対に。いけた！よし、急いで。なんでやねん。ラグビー部並みのタックルしたやん、今。いいね。オルガには勝てる、絶対。いやー、おせえな。おっしゃ、危ねえ。ああ、こいー。あーやめて。うわー、すげえ。神回避のオンパレード、よく逃げれたな、今5、6回でクリアできたよ、普通に。いや、嬉しい。いや、普通に嬉しいわ、これは。ああ。いえ、まあ落ち着け。こっからもう青鬼がいつでも出てきちゃうから、それをよく考えろ。あ、落ち着いて、行こうぜー。イェイイェイ。どうしよう。ミカってあれか、ここに、ここの部屋だっけ、ここの部屋、ここだよな。確かここにいたはず、ミカは。こっちは違うと思うんだよね、ここあたりは。ミカ多分そこの下にいるから、また探さないと、鍵を。ここは、
あー、そっか、ここ青鬼スポットか。じゃあここも巻かなきゃいけねえな、ぐるって回って。まず下行きます。ソファーと机を駆使し、青鬼の進行を妨げつつ、この部屋から出よう。ワン、ツー、スリー、アイゴー。あ、うまっ、うますぎ。なんでー、めっちゃ惜しかったよね。あ、なんでよ。俺はラグビー部、ラグビー部主将、俺はラグビー部主将、行くぞ。諦めない心があれば青鬼にも勝てる、それを証明しよう、今回の動画で。あ、すいません。なんで、あっ、はい、来た。オッケー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 、はいはい。ホタルの光、オーラーシャーシャー。はい、知ってる。机の下にマッチ棒があるんだよ、これ確か。あんま覚えてないけど、正直なところ言うと、このマッチ棒、何に使うかわかるんですね。思い出して、今完璧に。ドラニシに電流走る、ヤギに電流走る。そうだ、ここの SE も変えてたわ。それは寝室の部屋使うか、ここでしょ。ミカか、ミカか、ミカか、ミカちゃん、ミカ。それはビビるわ。ヒロシ君、全然違う。無事だったんですね。いやー、青鬼は腹話術もうまいんでね。お化けがいたわ、見たのよ私。もう目の前にいるからな。ブルーベリーみたいな色をした全裸の巨人だったわ。目の前にいるな、それ本当よ。見たのよ、みんな、他のみんなも。ナウで見てるっつの。あ、分かってるさ。気がついたらここにいたの。みんなはどこかへ行ってしまった。女の子一人を置いて逃げるゴミクソ男子はほっといてさ、男気に満ち溢れたパーフェクト紳士ヒロシ、俺と行こうぜミカ。いや、変じゃない、ちっとも変なんかじゃないさ。え、終わり。ヒロシ君、ちょっとここにいると心細いから、ちょっと一緒に行かない、くらいないの。タクロ、あーもう、しあー、やること思い出しちゃった、みんな。最悪なことに。やること思い出してしまったドラニシ君です。巻かないとこれ忘れてたわ。いけるかな、ピアノがある。それは分かってるんだわ。あ、はい、あ、これいけるわ、案外いける。あれ、普通にいけるとこれ。あ、いけるいける全然。あ、なんか余裕出てきたよ、俺。ははははは。来た。で、ぐるぐる回ります。ぐるぐる回ります。ぐるぐる回って。え、落ち、つまんな。